クラウン8は、トヨタ自動車が1964年から1967年まで生産していた大型の高級乗用車。日本製乗用車としては、初めての V 型8気筒エンジン搭載車であり、このモデルでの実績が1967年に発表されるトヨタセンチュリーの開発につながることにもなった。トヨタ自動車は1955年に、 初代トヨペットクラウン r S 型を発表した。前輪独立喧嘩や低床シャーシなど乗用車専用設計を採用した、このモデルは、それまでトラック並みのシャーシ構造で間に合わせられてきた日本製乗用車のレベルアップに貢献し、当初小型車枠の上限に合わせて 1500cc であった排気量も1960年以降は 1900cc に拡大され、 日本製乗用車の中でも代表的な地位を得ていた。クラウンは1962年に初のフルモデルチェンジを果たし、RS40 系となっている。このモデル自体はアメリカフォード社のコンパクトカー、ファルコンの影響を受けたフラットデッキスタイルを備え、当時の日本の小型乗用車、規格いっぱいのボディ寸法で設計されたもので、 エンジンについては初代後期型クラウン同用の 1900cc 級であった。初代2代目のクラウンは一般向けのオーナーカー用途やタクシー、ハイヤー用途の分野では大きなシェアを占めるようになったが、1960年代初頭の日本では観光庁や大企業の VIP 用公用車についてはまだアメリカ製のフルサイズ車が主流であった。トヨタはこの分野に 日本製乗用車として進出すべく RS40 系をベースとした大型セダンを1963年秋の全日本自動車賞に参考出品し、翌1964年4月20日、正式にクラウン8として発売した。トヨタ自動車初の3ナンバー車になった。形式は VG10 型を名乗り、クラウンとは全くの別車種であることが伺える。価格は 東京店頭渡しで165万円であった。生産台数は当面年間500台を目標としていた。競合するプリンス自動車の直列6機等2.5リッター車、グランドグロリアが、皇室、区内庁向け納入を果たしたのに対し、クラウントは当時の内閣総理大臣である佐藤栄作の公用車に使われるなど、相応に互いした実績を上げている。 1965年には、クラウンと共にマイナーチェンジを実施し、普及グレードであるスペシャルと4足フロアシフト付き車が追加発売されたが、2年後の1967年7月に VG20K、初代センチュリーと入れ替わる形で生産、および販売を終了している。総生産台数は3834台。その後のクラウンには、1987年に、 登場した8代目のマイナーチェンジ時に設定された 1UGFE エンジン搭載車まで V 型8気筒エンジンは設定されなかった。最大の特徴として日本製乗用車発の水冷 V 型8気筒エンジンを搭載したことが挙げられる。エンジンはオールアルミ製であった。ボディ構造も特徴的なものであった。デザインと基本構成はサブフレームをベースとして セミモノコックボディと組み合わせる RS40K クラウンのレイアウトを踏襲したが、全長を 120mm 伸ばした 4720mm に、全幅を 150mm 広げた 1845mm とし、一回り大きなボディサイズとなっていた。全幅では、近年のクラウンで最大幅を誇っていた、先代2 0 0系マジェスタでも 1810mm で、あり、 現在のところクラウンエイトが歴代クラウンの史上最大である。1963年2月に発売されたセドリックスペシャルや同年5月に発売されたグランドグロリアなど競合する国産最上級車が既存のボディはそのままもしくはホイールベースを若干伸ばしただけでエンジンを2.5、2.6リッター級に拡大したものであったのに対しクラウンエイトは 本格的な大型車らしいプロポーション及び居住性を備えていた点が長所であった。シートを倒してマージャンができるほどのゆとりがあったという。また、二足、トヨグライド、パワーステアリング、パワーウィンドウ、電磁式、ドアロック、コンライト、オートドライブといった当時の日本車としては異例の豪華な装備が全車に採用された。オートドライブは初代クラウンが 日本でいち早くオプション採用していたが、このモデルにもオプション装備として用意された。また、前後の三角窓は、電動開閉式が採用された。ちなみに、装備の一つだった、電磁式、ドアロックは、構成におけるいわゆる、集中ドアロックのことではない。ドアを開ける際に軽い力で開けられるよう、ドアのラッチを電磁作動とし、ドアハンドルを単なる電気スイッチとした。 関節式システムであった。このドアシステムには根本的欠点があった。バッテリーが上がると電磁ラッチが作動しなくなり、ドアが開けられなくなってしまったのである。そのためか後年のセンチュリーには受け継がれていない。この車が売られていた当時、トヨタ自動車創業期からのディーラー、愛知トヨタ自動車車場の山口昇は競争場の場所でもあった。山口は自分がオーナーとなった。 アルメスのサラブレッドに、クラウンエイトという名前をつけて、馬名を、日本中央競馬会に申請したが、商品と同じ名前は認めないとして却下され、結局この馬は、エイトクラウンと名付けられた。この馬は後に、阪神3歳ステークスと宝塚記念に勝ち、後にやはり、宝塚記念を勝つ直樹を生む。ありがとうございます。